タオルミーナは、イタリア共和国シチリア州メッシーナ県にある、人口約1万千人の基礎自治体。古名は、タウロメニオン、タウロメニウム。タオルミーナは、シチリア島の他の都市と同様に古代、ギリシャ及びローマ帝国の支配下にあり、当時の神殿や遺跡を今に伝えている。古くから親しまれている、観光地の一つで、グランブルーなど、映画の舞台としても知られている。 タオルミーナはタウロ山の中原に位置する。近世に海岸道路が建設される前、カターニアとメッシーナを往来する人間はこの町を経由しなければならなかった。気候は温暖で亜熱帯性の植物が繁茂している。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。括弧内の CT はカターニア県所属を示す。タオルミーナには以下の分離集落がある。 タオルミーナは元代シケル人の集落で、紀元前392年に、シラクサの傭兵によって占領される。紀元前358年に、アテナイ、紀元前315年には、カルタゴによって、町が占領される。シチリア島の反乱を鎮圧したローマ皇帝、アウグストゥスは、すべてのタオルミーナの住民を流刑に処して、町を植民地化し、海を、 海賊から解放したと豪語した。ナウマキエと呼ばれる遺構には、かつてローマのシチリア反乱の鎮圧にまつわる彫刻や記念碑が飾られていたと考えられている。中世のイスラーム勢力によるシチリア攻撃において、東ローマ帝国の総督府はタオルミーナを拠点として抵抗した。2017年5月26日から27日、 当地にて主要先進国首脳会議が開催。タオルミーナではマーマレードが生産されるほか、周辺では硫黄が産出される。海に突き出た崖の上に立つギリシャ劇場が建設された。経緯には不明な点が多く、建材に使われたレンガからローマ時代に劇場が改修されたことが判明している。劇場客席から舞台中央を通しエトナ山を望める。 ジュゼッペ・ガリバルディがシチリアに上陸するご報が届けられた日にちなんで名付けられた4月9日広場は多くの観光客で賑わい眼下に地中海が広がる。1983年以降、タオルミーナでは毎年7から8月に芸術祭が開催されている。ありがとうございます。